寒いかなとか昨日ずっと話してたんですけど、すっごい暑くてもう夏みたいな感じでした。びっくりしました。私は暑かったです。来てくださった方も配信で見てくださった方もありがとうございましたありがとうございました。ひでのひでさん、かわいいギフト。黒猫山田さん必勝。大吉さん、かわいいギフトありがとうございます。りょうくんさんもかわいいギフト10個。えびちゃんさん、 I love you ありがとうございます。完璧、最高に楽しかった。ありがとう、そう言っていただけたら何よりですけど、原田的にはね原田的にはもういろいろ失敗しました。申し訳ないなって思います。小林さん、お疲れギフトありがとうございます。いやでもやっぱり久しぶりにこの前の岩壁ライブ以来に皆さんのお顔を見れて、皆さんの前でライブができて、やっぱり楽しかったです。嬉しかった。なんだろう、当たり前じゃなくなった今だからこそやっぱり幸せなことなんだなって改めて思いました。そういう、なんだろう、ゆうきさん、かわいいギフト。ヤンカーさん、タコありがとうございます。ビルマさん、ポーション。皆さん、かわいいギフト10個。皆さん、ギフトありがとうございます。お疲れギフト。タケさん、ヨネさん、ガタックさん、カズサさん、タケさん、TM マンさん、タコ、トリさんさん、お疲れギフトありがとうございます。なんかね、なんだろう、何が、なんか途中でちょっと分かんなくなっちゃって、自分が自分があれ、私は何をなんででしょう。あと今日はコンディションがかなり悪かったんですなのでちょっと頑張ります。私、あ、そう、日焼けしたかもしれないんです。私今日日焼け止め塗ってなくて、いやもう寒いし日も照ってないでしょうって思って日焼け止め塗ってなかったら、ステージ結構もう直接日差しがすっごい来てて、絶対これ焼けてるなって思いながら踊ってましたいやー、日焼け止め塗っておけばよかったな。塗ってなかったんですよ。朝とか寒かったから今日ずっと寒いかと思ってました。でも今とか結構もう涼しくなって寒いぐらいですよね。なんでだろう、リトチャチャートリチャートリリトチャのライブの時はいつも晴れて日差しがさんさんですね。いっちゃん、けんちゃん、山正さん、ギフトありがとうございます。リエさん、お疲れギフトありがとうございます。山正さん、 I love you ありがとうございます。 DMM 見てたけどよかったよ。本当ですか。なんか普段間違えないとことか間違えちゃって、あーって思いました。そこ願らないってそう、ネガティブ、病んではない、病みかりんじゃないんです。なんか終わった後ずっとタオル頭にかけて、そうメールで送ったんですけど、こうじーってしてたら闇かりんと思われたんですけど闇かりんだって言われたんですけど、病んではない。ちょっと反省会をしてました、一人で頭の中でサトシンさん、ジージー、ビルマさん、ポーションありがとうございます。ね、絶対晴れ女がいると思います。先輩チャートリさんのどなたかか、リトチャのメンバーの誰かに相当な晴れ女がいるはずです。
もしかしたら私かもしれない私かもしれない。キョロキョロキャラなのに晴れ女とはって、確かにカエルと言ったら雨ですよね。え、そう、私はいつもなんかうちわとかあんまり気づかないって言われちゃうから言われちゃうから、今日はちゃんと来る時もいっぱい探して、ステージ上でもいっぱい探しましたので多分さやかりんって思ってくださってた方は皆さん見つけることができたのではないかとないかと私は思っているんですけど、見つけてない方がいらっしゃる方がいたら申し訳ないんですけど、どうでしょう。いやでも本当に嬉しいです、ありがとうございます。もう愛を感じました一番嬉しいです、ありがとう。星屋さん、バラありがとうございます。うん、あ、テロップ、そうだ、テロップを書きましょう。ありがとう。ありがとうケロです、ありがとうケロ。あ、そう、私今日は朝とっても早起きしたんです。最近早起きです。今日は5時10分に起きました。たけさん、ギフトありがとうございます。うちは買いました、さやかりに乗って、ありがとう。ぜひ振ってるとこを見たいのでライブとかで振ってくださると嬉しいです。たけさん、ギフトいっぱいありがとうございます。ふうくんさんもありがとうございます。おかもさんもだるまありがとう、ありがとう。5時10分に起きて、私は今日の朝はアンパンマンをアンパンマンを見てました。日曜日早起きしたらやってるんですよ、大体多分5時15分からだと思います。朝配信はね、ちょっとね、私にちょっとうまい言い訳が出てこなかった。朝配信はね、うんって感じですけどそう、日曜日早起きした時私結構見てるんですよ。なんかね、最近は私すっごいほのぼのしたアニメ、子供向けのアニメが好きです。最近というかずっとか確かにね、子供って、え、5時15分から、日曜日の5時15分から見れますか？アンパンマンを見るくらいの年の子たちはそんな時間から起きてるんですか確かに早くない？早すぎませんか。うーん、1曲目の会いたかったの笑顔良かったよ、ありがとうございます。会いたかった、なんかいつも私思うのが、どこら辺に始めたっていいか分かんなくて、あれってなってちょっとなんか途中で後ろに下がったり前に出たりするのがちょっとかっこ悪いなって毎回思ってるんですけど、
じゃあ次回はそれをそれをなくせるようにしようと思います。え、子供起きてるの？5時10分、5時15分に？あ、でもあれか、なんかそれぐらいの子供は日曜日とかは早くから起きてるかな。私は起きてなかったですけど。え、皆さん子供時代起きてましたか？早起きしてましたか？タン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 、え、アンパンマンって書けないの？え、コメントにコメントできないんですか？だからみんななんかアソパソマンとか言ってるの？アソパソマン？え、アンパンマンコメントできないんですか？なんでですか？そうなんですか？え、なんでアソパソマンなの？アンパンマソ？なんで書けないの？面白い。え、なんか、え、でも全然気づかなかった。今まで気づかなかった、ずっと。あれ、なんか、まあ、ソもムもあんま変わんないし、変わんないから気づかなかったけど、え、なんかもうどんどん星になってるよ。え、星警察が来ちゃう。星になってるよ。なんでだろうね。え、そういうブランドが傷つけられちゃいけないからかな。プリキュアは描けるんですね。プリキュアは私どれぐらいの時まで見てたかな。小学校、幼稚園ぐらいの時まで見てた気がします。小学校は日曜の朝はワンピースを見てました。あひふへほあひふへほ、え、バイキンマンも描けないの？え、なんでなんで？バイキンマンも描けないの？バイキソマソ？もう誰って。え、ドラえもんは OK なのにね。なんででしょうか。ええ、やっぱりアンパンマンさんはちょっと気軽には名前を出しちゃいけないんですね。あ、ドキンちゃんは書けるんですね。なんでだろうね。なんででしょうね。あ、なんかちっちゃいカタカナで書いたら書けてる、アンパンマンって。ふっくんさん GG ありがとうございます。半角だったら OK なんですね。ショールームのよくわからないルールを見つけてしまいました。でもなんかアンパンマンって、ね、深い話ですよね。自分の顔を分けて食べさせてあげて、そしたら自分は力が出なくなっちゃって、それでもそれでピンチになってたらジャムおじさんに新しいパンをもらえるという。世の中そうあるべきですね。優しさはこう循環させていくべきだなって、私は今日の朝5時頃から考えておりました。ちょっとアンパンマンからいろいろ考えて。そうなんだそうなんだ。じゃあアンパンマンとバイキンバイキングバイキンマンだけ描けないんですね。さやかりん描けたって、あどうしよう、さやかりんもだんだん描けなくなってきたらどうしますか。皆さん半角で描かなきゃいけなくなっちゃう。食パンマンも描けないの？わかんないですね、基準が。ジャムおじさんも描けないの？え、よくわかんない。わかりません、私は。
そうなんだ。熱く語るさやかりんって、そうアンパンマンについて。ジャムおじさん最強って。いやでもね、今日のお話はね、ジャムおじさんが捕まっちゃったんですよ、なんかバイキンマンに。だからアンパンマンの新しい顔がなかなか来なくて、えジャムおじさんって私はなってました。なんかこんなアンパンマンで話を広げるつもりなかったんですけど、なんでこんな語ってるんだろう。ちょっとそろそろ話題を変えますか。もっと完璧ライブとかについて話した方がいいんじゃないですか。あ、5日連続だって。いつぶりですか。いつぶりだろうか。5日連続ありがとうございます。来てくださって、皆さんお話ししてくださって。あ、今日はじゃ あ暗くなってきたら終わります。あ、そうだ、今日は七並べのお礼を読ませていただきたい所存でございます。ございますです。画面越しでないさやかりんが初で可愛すぎましたって、ありがとうございます。でもね、え、でもね、今日はねコンディションが悪かりんで、コンディション悪かりんだったので、ちょっともう一度来てください。すごい、もうごめんなさい。今日はなんかおかしかったんです。太ったのかな。5日連続とかパレードできるレベルって、ちょっとバカにされてるかな、これは。でもなんだろう、そういう子供向けのアンパンマン、さやかりん意外と合う世界観って、いやでもなんかいいですよねアンパンマンの世界。いいですよね。ケンちゃん可愛いゲストありがとうございます。本通りでパレードし出すんですか。あ、5日連続ですって言って。ちょっとバカにしてる。ちょっとそこバカにしない。久しぶりに言った気がするな。じゃあそろそろ七並べの礼を読ませていただきます。ありがとうございます。18日か。え、18日なんですか今日。え、18日なんですか。なんか早いなあ。そうなのか。まず9月のお礼を読ませていただきます。そっか、11月がもうすぐ来ちゃうのか。そうかそうか。はい。電気つけた方がいいかな。なんか微妙な明るさになってきました。なんかちょっとなんか怖くなった。なんかちょっとなんかあ、なんかなんかいる？ライトいりますか？ライトいらない？ライトはいりますか？いりませんか？ね、なんか取調室みたい、確かに。白状しろって。
カツ丼を、ほらカツ丼だってカツ丼でも食べろって言われそうなので、じゃあまだライトはいらないという、あ、いります？今ね電気つけてないんですよ。なんで取調室ってカツ丼出されるんですかね。カツ丼私あんまり好きじゃないから親子丼がいいなえ、本当は出されないの？なんかドラマとかだけですかどうなんでしょうね、わかんない、うん、え、あれおごりではなく本人が払うの？何円なんだろう、何円なんだろう、ちょっと調べとこう。そうなんだ。あー、でもなんだろう、いくら丼がいいな一番は。いくら丼はまだ食べたことないので。あ、そう、本題に進みます進みます。今何時なんだろう、何時なんでしょうか。22分、あらららら。じゃあそろそろ、はい、読ませていただきます。七並べの先月の100名の方を読ませていただきます。はい、10位、あ、10位じゃないです、100位、あさん、99位、はじめアットマークあゆみんさん、98位、ケイティさん、97位、セット Q さん、読み方合ってるかな、 SETナインさん、96位、ヤンカーさん、95位、三色ボールベソさん、94位、リエさん、93位、ビルマさん、92位、 PKJ さん、91位、ディスケさん、ありがとうございました。パチ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 、びっくりした、飛ばしたって、あの10位って言ったとこかななんか飛ばして読んじゃったかと思っちゃいました。私なんか飛ばすことが多々あるので、あったら教えてくださったら嬉しいです。気づいた方がいらっしゃいましたら。90位、瀬戸内美さん、89位、マインドさん、88位、えんちゃんさん、87位、7位、鬼滅さん、86位、ヨッシーさん、85位、はじめさん、84位、江本たけるさん、83位、鈴之助ノットイコールリノリノリーさん、82位、スーパーサブさん、91位、太郎さん、ありがとうございます。パチ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 、80位、かずささん、78位、リトチャミチャミさん、78位、ウタさん、77位、フランスおとしさん、76位、のもちんさん、75位、炭酸せんべいさん、74位、シュウさん、73位、大木さん、72位、ボボンさん、71位、ツアラー V さん、ありがとうございます。初ランクイン、ありがとう、ありがとう、ギフトありがとうございます。カズサさん、70位、ハーツさん、69位、あちこさん、68位、もふもふメリーちゃんさん、67位、大吉さん、66位、ナーミントさん、65位、上丸さん、64位、タンタンタヌキさん、63位、ヨシヒコさん、62位、鳥さんさん、61位、七並べケロさん、ありがとうございます、ありがとうございます。パチ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 、よいしょ、はい、60位、アンフィーさん、59位、グリフォンさん、58位、とっちゃん坊やさん、57位、 B さん、56位、白鳥さん、55位、ホータローさん、54位、ラーム、サヤカリ沼さん、53位、激辛さんがトールさん、52位、ユーマロさん、51位、キヨカリンじゃなくてさん、
ありがとうございます、ありがとうございます。パチ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 、うん、パチ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 。あ、次のノートに参ります。あ、だんだん部屋が暗くなってきてしまった。あ、日が落ちるのも早くなりましたね。秋だ秋だ秋だ。50位レナさん、49位ウィーコマさん、48位元高さん、にっこりマーク47位あわっこひろくんさん、46位太一さん、45位セルヒオリコさん、44位トッシーさん、43位顔文字あちゃあちゃさん42位シマンチュさん、41位ラムチョップさん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。パチ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 、ありがとう。こちらこそですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、40位栄一パパさん、39位影丸さん、38位ガミさん、37位まことさん、36位白くまもんさん、35位ゆうたアットマークさやけろさん、34位前浜のひろさん、33位マグマオーシャンさん、32位アコーのヨッシーさん、31位熊本のケンちゃんさん、ありがとうございます。パチ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 。ヘイジさん可愛いギフト、白くまもんさんありがとうギフト、ありがとうございます。パチパチパチ、はい。30位ハンちゃんさん、29位ザワザワワさん、28位バズさん、27位ヒデキンガーさん、26位ハッシュさん、25位セヤカリンが一番星さん、24位マコロンさん、23位青空さん、22位ハッシーアットマークセヤカリンさん、21位キンキンさん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうありがとうありがとう、うん、ありがとうございます。おお、ほう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 、はい。20位ヒロアットマークさやか飯店東京店さん、19位ミカポンジュールさん、18位メリオダスさんアットマーククワー17位日焼け親父さん、16位ユネピクワーさん、15位名古屋の郵便屋さん、14位小林さん、13位まこさん、12位かずさん、さやかりん楽しい、11位トロイさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうありがとう。そしてはい、10位ガタックさん、9位ハローサンタさん、8位ジップさん、7位ゆままささん、6位プラザ48さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうありがとうございます、いっぱいありがとう。パチ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 、ありがとうありがとうギフト、ガタックさん、こちらこそです。ありがとうございました。こちらこそ、こちらこそ、こちらこそというか、こちらが、こちらがありがとうございます。はい。5位、西宮のヨネさん。4位、鳥さんさん。あ、鳥さん。4位、鳥さん。3位、リバーさん。2位、ヒデのヒデさん。そして1位、アッキー半端ないってさん。ありがとうございます、映ってるかな、ありがとうございます。パチパチ
パチパチパチ、ありがとう、バイ、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しい。ありがとうございます。ということで、いっぱいありがとうございました。さやかりんカードで対戦してくださいまして、あら、確かに常連の原田さやかさん、あれあれあらら、あら、原田さやかさんどこ行ったん、どこ行ったのかな、あれあれ、原田さやかさんどこあー、ちょっと名前あれかな、アカウントの名前をユーザー名変えたのかな、あの方毎回ね、どこかにいた、いた方だったんですけど、悲しいなえ、原田さん推しじゃなくなったのかな、もうどうなんだろう推し変したかもしれない、え、じゃあちょっと戻ってきてもらえるように頑張ろう原田さんに推し変されたかなあら、あらららら、なんかほんと取り調べ室感が出るからライトいらないや、いらないや、いらないやということでね、ありがとうございました、ありがとうございました。取り調べ、原田さやかさんは何位だったんですかってえ、原田さやかさん、あれおかしいですね、確か、うん、まあ30何位かで、あれいませんでしたか、あれ白状しなさいってタン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 あー、なるほどねおうおうおういや、まあまあまあ、もう少し、まあまあ100 もう少しで100番台ですね、うんオーマイガー、どうしよう、じゃあ今日しよっかな、今日しようかな、ゴールデンベッドタイムしてようかなちょっと追い上げようかな怪しいってえ、今日はほう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 、はい、新しいアイコン出ました。あ、でも私あれ、あのカードはゲットしました、あのこの前のレモンの一番強いやつ、シークレット、やっぱりレモン好きとして欲しいなって思って、え、じゃあ久しぶりにアイコンガチャ、あ、アイコンガチャ引こっかな、でもあんまりコインもないので、じゃあ一回引こう。最近私ね、
運気がいい気がするんですよ。なんかピーポー言ってるけど、微妙、なんか虹色が一個もない、虹色が一個もないけどね、なんか覚醒することもあるし、うんうん、あうんああえ、でも私本当にいっぱい引いてるんです、アイコンガチャ。見ますか、見ますか、私がどれぐらい、どれほど引いているのか、アイコンガチャをどれぐらい引いているのか。でもいろいろ映っちゃうかな。ここからほら、こんなあるのに私が一個もないってちょっとおかしくないですか。ねえねえ、私本当に弾いてるんです、いっぱい弾いてるんです、本当に本当にめっちゃしてます、コレクターかっていうぐらいしてるんです、本当です。本当にいっぱい弾いてたって、そうなんですよ、弾きの弱さですかこれは。弾きの弱さなんですか、なんでかな。私以外のメンバーだったらもう多分ほとんど持ってます、ほとんどどの方もあるような気がするんですけど。もうなぜだか私にだけは来てくれないんです、悲しいですね。悲しいですね、悲しいです。そう、私今回はちゃんとブログの更新日を覚えてて、私のブログの更新の日は明日です。明日なんです、なのでチェックをお願いします。何について書こうかな。何について書こうかな。推しが当たらない説本当にあるのかな、どうなのかな、ね、逆にもう私もびっくりしてます、多分もうアイコンガチャ引いて自分が来たら逆に来たらどうなるんだろう、逆にちょっと あ来たんだ、あ来ちゃったんだってもうなるかもしれない、来てなさすぎて。何かなんかね、ずっと欲しかったものが手に入った時はどういう感情になるんだろう。そういつもねブログの日忘れてて、ギリギリで書かなきゃ、何かこう書くことないってなって書いてるので、ちゃんと余裕を持って書こうと思います。ここまで出ないとね、何について書こうかな、なんかいい写真あるかな、ブログに載せる写真、あすごい、なんか部屋が暗くなってきた、部屋が暗くなって、なんか鼻がない人みたいになってませんか。なんか鼻がない人みたいに見えるんですけど、大丈夫ですか、私の鼻はありますか、取り調べ室にした方がいいですか。みたいになってない、大丈夫、鼻の光が鼻の光がアンパンマンみたいになってる。ほっぺも光ってくれたら。ほっぺ
でも光ってくれたらいいんですけどね。ブログに載せれそうな写真を最近ないや、どうしよう。ほっぺも光らないかな。部屋の電気はつけたいのは山々なんですけど、あんまりね電気つけるの私好きじゃないんですよ。なんかねギリギリもう真っ暗で生活できないってなるまで私つけたくないタイプなんです。目悪くなるよって。陰キャパワー、すごい陰キャパワーが陰キャパワーが働いて。なんかね私なんか最近いろいろ好きって言ってることがなんか闇属性味のあるものばっかり最近好きって言ってる気がするから、ちょっと控えようと思って。なんかないですか、光属性っぽい。光属性っぽいこと言いたいな。何かありますか。あー、いや思いつかない。あー、ジャングルに行きたいな。あれちょっと違う。あ、バーベキューしたいな。これはどうですか。サーフィン行きたいですね。あ、でも季節、これからの季節って何なんだろう。あ、フェス行きたいな。なんか初めて言う言葉ばっかりでちょっと分かんない。無理やり絞り出してる感がすごい。スキー。あ、スノボーいいですね。あ、ちょっと冬はねそろそろスノボーのスノボー、私のねスノボーの力を発揮する。あ、なんか一気に暗くなったね今。びっくりした、なんで日が落ちたんですか。こんな真っ暗の中でスノボーしたいとか言っても嘘がバレちゃう。あ、早く、皆さんにお見せしたいです、私のスノボーの技術を。すごい日没が近づいてきたので、じゃあそろそろ今日はお開きにしましょうか。暗い部屋似合うなって何ですか。でも普通にだいたいこれぐらいの暗さが一番好きとかばっかり言ったらまた闇属性って言われちゃうので、やっぱり私は昼間の、いや朝のね、朝9時ぐらいの8時ぐらいのちょうど一番朝の朝日を心地よく浴びれる時間が大好きです。朝にねランニングなんかしたりして、そう朝日を浴びながら毎日過ごしてます。過ごしてます。ダウトって。あららバレちゃった。ということで、じゃあそろそろもう壇上を読ませていただきたいと思います。本日はありがとうございました。なんか私的には今日の岩壁ライブは途中からあんまり、あれ私は笑うってなんだっけってなって、あんまり笑えてなかった気がしてたんですけど、でも皆さんが
なんか結構笑顔だったよって言ってくださってて言ってくださってて、そんな意識してなくても笑ってたのかなって思いましたけど、え、大丈夫でしたか？笑ってましたか？私、あ、笑顔ありました？本当ですかあ、じゃあよかったです。なんか自分の思い込みかもしれないですよかったです。でもやっぱり楽しかったです。またね、皆さんの前でライブがしたいです。来月もあるのかな、あったらぜひ一緒に盛り上がりましょう。盛り上がりましょうということで、じゃあ、はい、壇上を祝わせていただきます。もう暗くなってきましたし、お家に帰る時間ですね。はい、13位黒猫山田さん、ありがとうございます。12位けんちゃんさん、今日は後ろの方で見てたよ、気づきましたよ、うちはありがとうございます。11位ひでのひでさん、ありがとうございます。10位ガタックさん、ありがとうございます。9位カズサさん、完璧ライブありがとう、帰宅中です、気をつけてお帰りください、わざわざありがとうございます、嬉しい、また一緒に盛り上がりましょう。8位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。本格的に暗くなってきた、急がなきゃ7位静岡の天パのたけさん、ありがとうございます。6位りょうくん、ありがとうございます。5位鳥さんさん、完璧ライブお疲れ様、楽しかったよ、こちらこそありがとうございます。4位電化会さん、リトチャミチャミ、ありがとうございます。3位小林さん、ありがとうございます。2位のりへくしさん、ありがとうございます。そして1位山正さん、ありがとうございます。パチ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 、じゃあということで皆さんじゃあそろそろお家にいられる方は電気をつけて、私は何時まで耐えようかな、まだ行きますね、あと1時間はつけずに多分行けると思いますけど、皆さんは電気をつけてお過ごしください。じゃあ日曜日、明日からの新しい1週間も一緒に頑張りましょう、頑張りましょう頑張りましょう。ということで、じゃあバイバイ、ありがとうございました、ありがとう、エイエイを応援しています、頑張りましょう、バイバイ。